菅義偉首相は17日、新型コロナウイルス感染症対策本部会合を官邸で開き、緊急事態宣言の対象地域に7府県を追加すると決定した。まん延防止等重点措置は10県に追加適用。いずれも20日から9月12日まで。6都府県に発令中の宣言と、6道県に適用中の重点措置の期限は、今月31日から9月12日に延長。百貨店の地下食品売り場などで集団感染が発生したことを踏まえ、宣言と重点措置の対象地域では1000平方メートルを超える大型商業施設の入場制限を要請する。一方、基本的対処方針分科会では、個人の行動を制限する法整備を求める意見がメンバーから続出。尾身も会長は会合後、記者団に対し個人に努力や協力をお願いするだけでは、流行を乗り越えられないことを想定し、法的な仕組みの構築を早急に検討してほしいという強い意見が出たと述べた。